皆さんこんにちは。イオン弓道の管理者 DT です。今回はこの動画を見ていただきありがとうございました。今回も弓というのは面白いものだっていうことをまだ知らない人とか、興味を持っている人、こういった方に、何か話をしたいと思います。弓とは面白いんだということです。で、今回お教えしたいのは弓道の指導とか教育ですね。教育や指導、なんですけども、これは弓を稽古する上で当然指導者がついて、まあ、弓の引き方とか作法とかそういったことを教えていただくと思うんですけども、皆さん武道っていうのは教育とかそういったなんか指導とか稽古とかで先生が弟子にこういうふうに教えするときってどんなイメージがありますか？どんなイメージがありますか？武道のなんかなんていうんですか、先生がいて、こう先生がこう座って見てるわけですよね。でこう生徒が出てなんか射を見せたりとか、まあ柔道とかだったらこう戦ってる姿を見るんだと思うんです。剣道だとその周りの取り方とか攻め方とか見ると思うんです。どんなイメージがありますか？それは多分多くの人たちがこの武道ですね、武道を教育するときって大体こんなイメージがあると思うんですよ。厳しいイメージがあると思うんですよ。お前この間のあれがどこどこできてなかったとか、お前あれはここはダメだよ、こういうふうにしないととか、こういうふうにやりなさい、ああいうふうにやりなさいって型を教え込んだりですね、何かしら厳しいイメージがあると思うんですよ。それはその厳しい時は型があってですね、こうやりなさいと、こうやりなさい、ああやりなさい、今君のやったところはこういったところができてないよとかないよっていうふうに悪いところをまあ審査員なんでこう見ながら指摘する。特に剣道とか柔道とかなんかまあ私はやった記憶は、まあ、柔道はちょろっとあって剣道はまあやったことないか全く分かんないんですけども、まあ、例えばなんか弓道の試合とかがあってまあ終わって、そしたら他の武道の道場で柔道とか剣道の試合をやってて、そしたら先生が生徒に教える時は、お前あの時なんであそこをこうやって行かなかったんだよとか、お前あの時になんこう行こうと思ったけどできなかったらあそこはやんなきゃダメだって、何か生徒が試合中とか稽古やってる最中に質とか悪いところを犯してですね、でその見る人たちはそこを見て注意をすると、それが武道をやってる時の教育のイメージがなんかあると思うんですよ。で生徒はその悪いところを、先生から受けて、先生の方が知識とか型におけるどうやらなきゃいけないのかっていうのは持ってるので、持ってる人からその持ったイメージとかその型を、そうですね、まあ受けてですね、そのイメージや型の観点から注意を受け、ここがダメだよとダメ出しをされ、生徒はそのダメな部分を例えばノートとかにメモったりとか、ありがとうございます、次は、やっていきたいと思いますというふうに話して、そのダメな部分を直すと、ダメな部分を直すと次稽古したらまだダメな部分が出て、またダメなところを注意して、そこを直そうと、でそれができるようになってくることが教育である、まあその生徒の能力を向上させることにつながっていくと思うんです。ただ弓はそうではないと、
これはこういった武道の今日の武道にあるようななんかこうあそこで行けとかダメとかそういう相手、まあ、その人の悪い部分をその人に伝えることでもなく悪い短所の部分を言ってあげるのではなくてですね、弓というのは自分の体の使い方ですね。例えば今この動画を見てるあなたが稽古をすると弓をやってみたいというふうに思います。で何か稽古をします。そうした時にああ今弓はもうこんな感じで手先でこう引いてると、手先で引いてるからもっとこう体を使わないとダメだと指導者に言われたとしましょう。しかし柔道とか剣道だとおそらくそれ努力しなきゃ結構きついと思うんですよ。まあやったことがないか分かんないんですけども、例えば背負い投げとか背負い投げ練習しないとできるようになっていかないですよね。なんかいろんな技こう相手がこう来た時に足をこう入れてこういう風にやるとか何回もランドリーやって稽古するしかないですよね。技を鍛えるってそういうことですよね。ただ弓は道具なので、相手が道具なので人間ではないので、実は体の使い方を覚えれば例えば私のホームページに載ってるさっき言ったこう手首で引いててこうつまんだような引き方、弓ってこう体をこう大きく割り込ませるのがいいんですけども、割り込ませる方法っていうのがあるんですよ。この時にこの5本の指のある部分をこういう風に曲げれば手首が曲がりにくくなって肘に力を伝えやすくするっていう体の使い方があるんですよ。であるいはその時の右の肘の向け方とか、あるいはその時の首の向け方とか、その時の背中の筋肉をどういう風に使うかとか、実は全部あるんですよ。で背中の筋肉って皆さんありますよね。肘もありますよね。肘のつき方や関節のつき方って人間の体なんでみんな共通ですよね。ということはこの体の使い方って誰でもできるんですよ。誰でもできるんですよ。女の子でもできるし、小さい子供でもできる、年寄りでもできる、いろんな人が、もう体なので、体なので、これが女の人の体でもいいんですよ、男の人の体でもいいんですよ、おばちゃんの体でもおじちゃんの体でもいいんですよ。体がある人はみんなこの使い方ができるんですよ。この時の小指の向き方とか使い方とか親指の押し方とか全部それはあなたの体の中に全てあるもので、その使い方をあこれこれこういう風にすれば弓は引きやすくなるんだって頭で覚えて実践すれば案外できるようになって、それによって実力が上がっていくんですよ、めきめき。でその実力アップっていうのは試合に勝ったとか負けたとかではなくてですね、的に当たったっていうちゃんとした目標があるんですよ。つまり弓においての教育は自分の体の使い方、誰でもできるやり方をすることで、あなただってわからないその体の中に持っている可能性を引き出すことなんですよ。引き出すことなんですよ。この自分の体の中で今まで弓を引くときに、例えば薬指と小指の使い方ってあるんですけども、薬指と小指を意識せずに引いたらこんなんだったんだけど、薬指と小指をある意識をして使ったら引けるようになったってことができるんですよ、弓では。柔道とか剣道では分かんないですよ。柔道と剣道でなんか小指と薬指を握って剣の握り方が良くなったって言っても、それ相手と稽古しないと絶対実は上がんないですよね。でも弓の場合は違うんですよ。ちゃんとその体の使い方っていうのがもう全部私のホームページに載ってあって、それをやれば体を持ってる人は誰でもできることなので、もう小指がないっていう人は別ですけども、小指ある人はみんな小指を使った体の使い方、小指を使うことによって大きく引く引き方、小指を使うことによって弓の回転能力を向上させる仕方全部あるんですよ。でそれみんなやっちゃえばみんな実力が上がるんですよ。みんな実力を上げるポテンシャルを持ってるんですよ、自分の体の中に。それを弓を使って
引き出す、これが教育なんですね。弓においては柔道とか剣道っていうのはどうしてもやはり体の使い方があっても、それは人をに対して一本取るっていうようなことができないと結果として現れないんですけど、弓は体の使い方なんで誰でもありますし、またちゃんとした目標があってそこに向けることで実力が上がっていくと。なのでこの弓道をやれば皆さんは今分からないと思うんですけども、あなたが思っている例えば運動不足なんだとか、私ってなんか心配性な感じなんだわ、私って何をやってもなかなかうまくいかない人なんで不器用なんでっていうふうにあなたは今までの人生で思ってたかもしれないですけども、弓の世界においてはそんなことはどうでもいいんですよ。わからないもんですよ。やってみたらちょっと体の使い方変えただけでいろんなことができるようになりますよ。わからないですよ弓の世界。少なくとも仕事の世界とか勉強の世界とか受験の世界とか、まあそういった世界では到底思えなかったような綺麗事が弓の世界ではあるかもしれないですよ。あなたの中に、あなたの体の中に、あなたの体の中の具体的なこの内側の筋肉の使い方を極めることで弓はたくさん引けるかもしれないですよ。この部分の力こぶの裏側の使い方を、使い方じゃないですよ、力の押す方向とかどういう角度に向けるとかあるんですけど、その角度と方向さえ決めてしまえば弓もっと引けるようになりますよ。柔道と剣道は分かりません。柔道剣道に勝ち方かノウハウがあるか分かんないですけど、少なくとも弓にはあります。これは本当です。私はもう高校とか大学でもういろんな癖にかかったり全然的当たんなくなって全然できなかったですけど、今こうやってホームページを立ち上げて肘の向きとか押す方向とか、こう狙う時にはどういう意識をした方がいいのか、その時の立ち方、あるいは体のこの上半身のどういう心持ちにした方がいいのか、それ全部説明できます。それ全部あなたがやればあなたも私と同じように全然引けなかった状態から引けるようになるんです。だって体ですから。例えばなんか英語ができないとダメとかそんなんだったらもうこれ才能とか左右されちゃうんですよ。だけど弓は体なので、体使う使い方なので、これはもう誰でもできると、誰でもできる可能性を大いに秘めていて、であなたたちがそれを稽古をすることでその可能性を、もっとあった可能性を引き出していくと。そうすることによってあなたの弓を引くっていう動作を通じて、まあ教えられるわけですよ、いろんなことを。あ、私ってできる人なんだと、もっと自信を持っていいんだとか、あるいは今まではもうこうだと思ってたけど実はそれ勘違いだったっていうのが、全いろんなことが分かってきますので、ぜひこの弓という、もう日本だけです、このこういう人間の体の中の奥の部分を、まあ、見事にこの弓の一本というもので例えた武道というのは、だから競技生命っていうのも柔道に比べて圧倒的に高いですし、あるいは弓を引いてきた歴史、こういった歴史も弓はものすごい古いんですね。だけどその中で生まれてきた体の使い方とか、この角度の向け方とか上半身の整え方っていうのは全部あるので、皆さんがそれを全部やると、そうすることによって今までできなかったことがどんどんできるようになると、上手くなっていくと、自分のいいところが増えていくと、それによって可能性やそういったものが引き出されることで感じ方とかそういうものが変わってくる。ぜひ弓をやることでそういったことを経験できるといいんじゃないかなと思います。で、私のホームページも初心者対象にこういうことやった方がいいよっていうようなアドバイスもたくさんホームページに載せてあるので、皆さんがもし、弓を稽古したいなと思った時はぜひ私のホームページを参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。それでは話の内容を終わりたいと思います。ありがとうございました。